今日はサクサクでチーズビヨーンのチーズハムロールの話させてもらいます。まず食パンの耳を切り落とし、適当なサイズにカットして、スリコでゲットしたハンディチョッパーでパン粉にしちゃいます。これ330円で溶き卵作っておきます。でパンを平べっちゃくしていきます。その上にハムとスライスチーズを手前の方に置きます。食パンの見えてる部分に卵塗ります。でくるくる巻きます。端っこからチーズ漏れたら嫌なので潰しておきます。あとは卵とパン粉つけて揚げるだけ。温度高すぎると綺麗に揚がったと見せかけてチーズ溶けてなくてがっかりします。見てみて、サックサクパカビヨーン。